あるな。おっ、これは出てくる可能性非常に高い。こんにちは、パチマガスロマガのレビンです。さあ始まりましたレビンのオーラス、今回が2回目の収録となっております。さあ、このオーラスなんですけども、オープンからラストまで、全突破するという企画になっております。はい、というわけで頑張っていきたいんですけども、なんと前回ですね、まあ一発目の収録だったんですけども、大好きなスマスロ北斗の拳を打って魅力をね存分にお伝えしようということで頑張ったんですけども、なんと3枚、約確かマイナス3600枚ぐらいを、叩き出しまして、この時期に打って何もお見せできないという悔しい初回になってしまったので、今回は何としても お見せ場を作れるように頑張っていきたいと思います。というわけで、まずはルールの方をご覧ください。1、1機種を決めて、その機種に全突破していきます。2、その機種の目標を設定して、それを達成できるように頑張っていきます。3、楽しく打ちつつ、その機種の魅力を皆様に伝えていきたいと思います。はい、そんなルールになっているんですけども、今回打つ機種ですよね、じゃあスマスロ北斗でダメなところを見せて何を打つかっていうところなんですが、まあご存知の方はご存知だと思うんですけど、北斗とね実は同じぐらい大好きということで、最近打ちまくってる機種がございまして、その機種とはスマスロ筋肉マン7人の悪魔超人編でございます。怖い、思いっきりマイナスを叩いた人がですね選ぶ機種ではないんですよ。ただですね、このお店まだ10台まだっていう言い方おかしいね、10台も設置してありまして、結構メイン機種なんですね。で、僕も大好き、魅力を伝える自信はある、まあ前回みたいなちょっと勘弁なんですけど、この長い時間筋肉マン打ったら一体どうなってしまうのかというところを、まあ ほんといい方向でね、お見せしたいんですが、まあ悪い方向でも一応長時間打ったらこうなるっていうのはお見せできるっていう意味で、ちょっと筋肉マン、長時間実践今回頑張っていきたいなと思いますので、ぜひどうなるか最後までご覧ください。はい、というわけで、目標ですね、今回も自分で考えてきましたので、目標3つ、はい、発表したいと思います。まず1つがですね、通常時の AT 直撃、はい、こちらまあ設定差ありまして、裏モードに行ってるとまあ直撃しやすいみたいなところもあるんですけども、まあ、見た目に、ポンと押してブイーみたいなの分かりやすいんで、まずそれ、通常時の直撃を目標にしていきたいと思います。そして、2つ目がですね、上位 AT の悪魔大行進、こちらに突入ということで、まあこれもここに入らないと全然始まらないのでまずは、上位 AT ですね、はい、これを目指していく。そして、3つ目は、前回も目標に掲げたんですが、3枚でプラス5000枚、こちらいきたいと思います。この3つの目標、達成目指して、頑張っていきたいと思います。ということで2回目の収録スタートします。では、スマスロ筋肉マン7人の悪魔超人編いきたいと思います。さあ今から長丁場ですからね、頑張っていきましょう。で、まあスペックがもう一応画面出してもらいましょうか、このような形になっておりまして、まあ AT ですね、目指すのはね、はい。で、初当たりがまあでもそんな差はないんですよ、だいたい分母70ぐらいしか差はないんで、まあ上だからめちゃくちゃ当たるっていう台でもないです、はい。ただ控え割りペイアウトの方がめちゃくちゃ差あるんで、はい、いろいろ優遇されてます、当然高設定は。ただ初当たりに関しては そんなにめちゃくちゃ差がある台ではないということですね、はい。で、今ちょっと超人パワー上乗せゾーンに入りそうなんですけど、そこでまあちょっと簡単なゲーム性ですね、はい、これ入りましたね。で、まあ基本1ゲーム回すごとにこの左下ね、何万パワーっていうのが増えていくタイプなんで、今14ゲームで14万パワーなんですけど、これが、まあ、モードで管理されて規定万パワーに到達すると AT に当たるっていうタイプですね。で、まあ、こんな感じで、通常時、まあ、主にレア役を引いた時に、
まあ、これ入るんですけど、これ超人パワー上乗せゾーンって言って、まあ、今みたいに正義超人チャレンジに、まあ、レベルがあって1と2があって、で1がまあ基本的に青で、2になると、赤になる。で今もうあっさりバー揃いもあったんで70万パワー取れちゃったんで、まあこれで押して、はい、でこんな感じで、まあ当たりまでをこう短縮できるみたいな感じですね。はい、基本的には、それです。もう規定マンパワーほとんどが。だけど今回目標にも掲げましたけども、通常時の直撃っていうのがありまして、正義超人チャレンジ、さっき見たやつ、あの間に、まあ、さっき揃いましたけどバー揃い、もしくはレア役、まあ、特に強いのは強レア役ですね。これを引くことができると、いきなりプッシュが出てきてポーンとストップ V みたいなのは、そういう直撃がある。で、AT なんですけど、モンキーターンみたいにシナリオ管理の AT になってまして、1セット目ナンパ、2セット目ナンパ、3セット目ナンパで7000突破目指していくと。で7000突破すると悪魔将軍っていうね、がいるんですけど、そのバトルやって、勝てば上位 AT の、これも目標の一つでございます、悪魔大行進に行くと。その後にまた、魔界っていうところに行きまして、魔界ループみたいになりまして、また悪魔将軍が出てくるかもしれない。でまた倒すと悪魔大行進、これが魔界ループっていうんですけど、そこまで合わせると期待枚数が、だいたい3500枚、3500枚出ます。でモード3種類です。通常 AB とチャンスモードっていうのがあって、チャンスモードにいるとだいたい150万パワー付近で当たります。はい、で、まあ、当たらなかった場合だいたい A か B にいることになるんですけど、A だと、奇数のところですね、100のくらい奇数のところが当たるです。100、300、500、700で天井が900万パワー台で基本当たります。1000万パワーが天井なんで、だいたい900万台で当たります。深くても、あの一番遅くても。で B にいると若干速くなって、逆ですね、偶数ですね、200、400、600、800、まあ400若干弱いんですけど、まあ偶数のところで当たりやすい。ただこの台特徴的なことが一つありまして、モード以降一度上がったら、先ほど言った上位 AT 魔界ループ行くまでの間は下がらないです。チャンスは下がるよ、チャンスは下がるんだけど、 B に仮に上がるでしょ、 B に上がったらもう B かチャンスにしか行かなくなります。なんでまあ、はい、 B 以上に行ったら落ちない。ああ強制引きました。まあ、今初めて強烈役出たんで、あとは状態のお話ですね。で、まあ、状態通常と降格あって、まあ降格にいる時の方が、先ほど見た、超人パワー上乗せゾーンですね、こちらにめちゃくちゃ入りやすくなります。で、今引いた強烈役に関しては、半分ぐらいはもう当たります、通常で引いても。でこれ半分、まあ、50% 以上で期待できるんですけど、なんか弱いね、外しそうだね。ああ大丈夫だ、最後のパキーンとかあるだけでも強いんで。いやいやいや、外れんのかい。これも一応覚えておいてくださいね。もう今ごちゃごちゃごちゃっていろんな情報来てますけど、今ちょっとアイキャッチ出たんでちょっと覚えておいてください。はい、でまあ状態が上の方が熱いですよね。強烈薬じゃあ半分ぐらいで今使ったら何もないのかっていうところなんですけど、実は 97% で降格いきます。ここで霊薬を引くとチャンス。さらにこの1枚のベルありますよね、しょっちゅう揃うやつ、これでも 5% で当たるようになります。なんでこの間はこれ20分の1で当たるんで、あれ何も引いてねえのに行ったなみたいな、大体これです。で、まあ、はっきり覚える必要ないんですけど、基本的にこの降格はじゃあいつまで続くんだっていう話があるじゃないですか。で他の台みたいにじゃあ何ゲーム間保証で転落ですみたいなタイプじゃなくて、降格のポイントっていうのをもらいます、この台は。ポイント、降格ポイントみたいなのもらえて、じゃあ強烈役で降格いきましたっていうと7ポイントから何ポイントまでみたいなポイントがもらえるんですよ。でそのポイントが3分の1で消費されるんです。はい、でそのポイントがゼロになるまで、続くんで、7ポイントだったら、まあ、20ゲームぐらいですかね。であともう一個特徴的なのが、そのポイントが減らない区間っていうのがあって、マンパワーの前兆ステージありますね、正義の名のもとにみたいなやつ、あの間っていうのは減らないんで、実は降格に行ってますって時にゲーム数っていうか、こっちのマンパワーの方の前兆をかぶったりするとお得です。
結構だからこんな感じで、まあ、今ちょっと調子よく弾けてますけど、まあでも調子いいとこう連続でねレアエクとか弾いてると高額落ちないで、またみたいになるんで、結構連続して超人パワーグロスゾーン出てきますね。でまあレベル1ばっかりやんってなってるじゃないですか。これ実はチャレンジモードみたいのが内部的にあって、そこで管理されてるんですけど、チャレン正義超人チャレンジ間ハマればハマるほど、抽選して昇格する可能性があるんで、今ハマってないじゃないですか。でハマってないんで、上がるゲーム数はもうほとんど消化してないですよね。なんで、今上がってないですけど、これ仮にじゃあ200、300超人パワー上乗せゾーン来ませんでしたつって入ると上がってて赤になったんですということですね。で、裏モードってさっき実はちょろっと話したんですけど、裏モードにいるとどうなるかというと、その性能がパワーアップします。超人パワー上乗せゾーン中にバー揃いだったり、で直撃する可能性もアップ。さらにそのチャレンジモードでじゃあ何分の1で上がりますって決まってるんですけど、それがパワーアップします。直撃もしやすくなるし、マンパワーも貯めやすくなる。これが裏モードです、はい。で目に見えては分からないですね、裏モードは。あ、今絶対行ってますみたいなことは分からない、感覚でこれ分かるしかないんですけど、まあ、それ一番の近道はバー揃いして、あ、直撃したみたいな、その数値出してもらいましょうか。今ね超人パワー上乗せゾーンのまあ、レベル1レベル2あるんですけど、設定差思いっきりあります。で特にレベル2赤背景の時のバー揃いにめちゃくちゃ差あるんで、ここで直撃をボコボコしてると、まず高設定じゃないかって話と、あ、今裏モードに行ってるんじゃないかっていう両方の目が出てきますね。でこの裏モードじゃあどうやっていくかっていう話ですよね。皆さん気になるのはここまで裏モード、あ、裏モード行きゃ結構戦えんじゃんって思ったと思うんですけど、裏モードは基本的に AT 初当たりのたびに 2% から 3% ぐらい、そこも若干設定差あるんですけど、まあ、大体 2-3% で、行きます。で一番大きいのがですね、実は魔界ループした後ですね、そこは 65% です。だから魔界ループした後3回に2回は裏モードなんです。なんで今日いろいろ目標を立てましたけど、やっぱプラス5000枚、まあ、3つ目に目標を立てた3枚プラス5000枚目指すんだったら、まず序盤でできれば完走させて、魔界ループさせて完走させて、3000枚ぐらい取った後に3分の2の裏モードを取って、その後の展開を有利にさせる。で裏モード行くと何がすごいかっていうと、まあ、モードもねほら転落しないって言ったじゃないですか、 B とかに行けば A に転落しないですけど、裏モードも一回行ったらまた魔界、まあ、上位とか行って魔界行くまではずっと裏モードですということなんで、それを目指したいです、はい。で、まあ、ちょっとアイキャッチの覚えておいてくださいねなんて言ったんですけど、じゃああのアイキャッチとかさっきからたまに出てたと思うんですけど、セリフが青文字とか、あれは、この台で重要な3大 SP モードというものの資産になってます。で3大 SP モードまだ AT やってないでなんだっていうところなんですが、一応言っときます。一応バッファローマン SP っていうのと、シナリオ SP っていうのと、メシア子役 SP っていう3つあって、それが3大 SP なんですけど、それ言ってると要は7戦突破しやすい状態です、どれでも。これ今白文字でしょ、これ青だとちょっとチャンス、緑だとまあまあチャンスで、紫だと必ず出てきますどれかが。でアイキャッチもオレンジと緑が出てくるんですけど、オレンジとはいえ頻発します、あの SP 出てくるとき実戦上で。なんでこんな抽象的な言い方してるかというと、その SP モードの詳細がまだ出てなくて、そのSP モードは初当たり重ねるたびにポイント制になってて、まあ減算なのか加算なのか分かんないですけど、規定ポイントに到達すると出てくるんです。それがさっき説明した3つそれぞれにポイントがあるんで、じゃあメシア子役 SP のポイントが規定ポイントまで行きましたっていうと、メシア子役 SP が発動するんです。でシナリオもそう、バファローマンもそう。でそれが、全部個別になってるんで、同時にポイント達成したら2つ出てくる一緒にというようなシステムです。でそこでポイントを何ポイントとか分かってないんで、
何ポイント上限とか分かってないですけど、一つ分かってるのは初当たり重ねるたびに必ず1ポイントもらえる。でちょっと行くか分かんないんでもう言っときますけど、さっきほら魔界行くと裏モードに 65% で行くんでチャンスって言ったでしょ。でさらに SP モード、そこははっきりしてるんですよ。 SP モードに、その魔界ループ終わった後に3回初当たり引くまでの間に 75% で発動するんですよ SP。 なんでもうとにかく1回魔界行った台は大チャンス。あ、結局全中行っちゃいました。ただこれ今広角っぽいじゃないですか、広角っぽい煽りが来てて全中行きましたよね。でもう AT 当たっちゃうから関係ないではないです。上位 AT 行かない限りは、その魔界ループ行かない限りは有効なんで、ここで仮に、超時パワー上乗せを取った場合は AT 終わった後に出てきます、はい、でこれが2段階に行きますね。この S 強いです。これとかバッファローマーの S 強いですけど、これさらにこれが昇格し2段階。へえ、こっから強調あるんだ。俺なんかさ、いつも思うんですけど、もう当たるときに引くんだよな、いつも強調。これ AT 中引いたら即確定なんですけど、あー、これで外れるの初めて見ましたね。はい、いきます。はい、こっから AT です。でこれでまあ一応確率は薄いですけど、まあ、シナリオ SP が発動した時の 4. 点何パーで、フリーズが発生する可能性がある、まあ、道中でもあるのかもしれないですけど、まあ、一応シナリオ SP の時に発動する可能性がある。豪炎高校とかね、ここでプチューンってなったりもしたけどね、まあ、同じ山さとしてはそういうのもあるかもしれない。ただ見たことないんでちょっと、はい。で、まず必ず準備中から入ります。でここがまあストック抽選なんですけど、強チェだったりチャンス目、強レア役をここで引けばストックです。弱レア役はめっちゃ薄いです。であともう一個ストックするのは、ここ30ゲーム間消化すると必ずストックもらえます。だこれ今もう今12ゲーム経ってますけど、あと18ゲームで、あと言うとこれなるよね、いつもこの収録でこれあと何ゲームなんすよとか言うとすぐで、はい、これで、一応7を揃えてスタートなんですけど、でボイス、注目、これが正義超人の力だって言ったんですけど、それデフォルトです。で、まあ、どのシナリオもあります。で俺たちは負けないだっけな、その後にもう一言言うと、急に7-8濃厚になるんで、ちょっとこれ聞いた方がいいですね。パッとキャンセルしちゃうとあれなんで。でここからミート君の、まあ、ムービーを3ゲーム見ることになります。でこの間の上乗せのストック抽選出てないんですけど、おそらく準備中と同じじゃないかなと思ってるんで、まあ、強レア役でも引けば当然ストックだと思います。でここシナリオがとか、バッファローマン入るかどうかみたいなのが推測できて、まず白はデフォルトです。これが赤くなった瞬間にシナリオが7か8、これが黄色になった瞬間に、シナリオ8です。つまり7戦突破が濃厚になりますこの時点で。紫だった場合1戦目にバッファローマンが入ってきます。ここで結構出ます。わーみたいな、紫バッファローマンじゃねえかみたいになります。まあなくても全部の可能性ありますよ。で継続抽選なんですけど、まあ、1セット目ナンパ、2セット目ナンパとかあるんですけど、ここのレバーです。ここからバトル相手を決定するんですけど、このレバーで抽選しちゃいます。はい、いきます。ここで今決まりました。でまたこの選択されるキャラによって今のシナリオがある程度推測できたりするんですけど、基本的に下のキャラはスプリングマンとかアトランティス、大体この2人が1、2、3、4、5で7、8でこれはバッファローは特殊みたいな感じなんで、まあ大体この辺が選ばれやすいね。でこれだとまあシナリオ2以上に期待っていうキャラなんでね、アトランティス、はい。でレバーで決定してるんで、ここで赤文字とかアトランティス赤とか出るともうその時点で継続なんですよ。だからそういうのがなぜ出るかって言ったら、もともとストック取ってるか、準備中とかに取ってた、もしくはレバーオンの抽選に当たってますよって、はいはい。で AT 始まりましたって言ったら、この間、まあ、短いんですよね、前半パート10ゲームしかないんで、
この間は何をやるかさ、レア役ですね。今はまだ負けてる可能性あるでしょ。負けてた場合はなんとか子役を引かなきゃいけないってことなんですけど、メシア子役っていうのがこれあります。友情が黄色、努力が赤で、正義が緑、このランプがあるんですけど、内部的にどれかを引くと継続濃厚みたいなのがあります。で、実は前半消えてるんですけど、必ず1個以上は内部的についてる状態で、ここで何がついてるかっていうのが判別します。この1ゲーム目に必ずつきますんで、どれでしたよみたいな、チェリーでしたってことで、まあこれが前半から生きてるんで、前半でも弱チェとか引いてたらもうこれで継続濃厚になる。前半っていうのは勘違いしてほしくないですけど、ミート君のあの3ゲーム間でチェリーを引いててもダメです。そっからバトルを選択したところからチェリー引いてれば有効です。はい、なんでこれもう残りあと13ってなってますけど、この間に負けてる場合はこれ引かないと基本的には終わる。はい、これが基本ゲーム性。まだある。いやあ、ただ俺はあれ強烈役みたいに引いたよね、広角っぽいところで。つまり超人パワー上乗せが出てくると。ああ、ただ内部的にレベル2の可能性もある。ここで20乗ったら、ああ、1でした。おお、熱い。ここの狙うのもちょっと面白いんで、この時点で弱チェですね。で、取りこぼしでもないス、あ、スイカチ、あ、リプリプってなると弱チェ、これ弱チェで、スイカ挟んでスイカ揃えば当然スイカで、スイカリップスイカってなれば強チェです。ここ狙うで、チャンスベルの場合はもう一個も滑って上段に揃うんで、これあの今日いっぱいやっていくんで、紫7狙いで、今150いきます。さあ、いいの来いよ、頼むぞ。まあ別に悪魔超人は、まあこれ大体7人の悪魔超人じゃないですかは、まあ、バッファローマンはバッファローマン SP シサー、そしてあとステカセキングはシナリオ78の、まあ、シナリオ SP が出てくるかもねのシサーなんですけど、それ以外は基本、まあ、このスプリングマンもそうだし、アトランティスとかもそうなんですけど、期待度中みたいな感じなんですSP 発動期待度中みたいな感じ。916ぐらいか今。の力だ。はい、デフォルト。おお、復活しろ。おお、いやー、終わりは終わりなんですけど、一応示唆は出ましたけどね、これよりも正義超人の方が嬉しいんですけどね。いきますよ。あるな、これ次回バッファローマン SP ありますよ。確定ではないんですけど結構強いです。で、リセット後13579はバッファローマン SP のチャンスですね。で、次3なんで、はい、朝から筋肉マン大好きって言って打ち始めて、3回 A 点ループしますで、いますんで、シサがいきますよ。ここから勝負、マジで。ここ準備中、ストック強烈役もしくは30ゲーム継続、マジだからね、俺マジで言ってますよ、これもうほんと、ここやめて、よしよし、30ゲーム、追加してもよかったのに、お前。これウォーズマンか、ウォーズマンの声とか聞こえるかもしれないですね。ロビンマスクだね、シナリオ1条2条のセリフ、バッファローマン乱入系のセリフじゃなかった。
で俺はここ紫になるんじゃないかと思うよ。タイトル紫結構出るんで、バファローマンの時ここ紫でしょ。違うの。いやいやいや、乱入するはず。さすがにいきなり選ばれるかもしれない、真ん中が。まあまあ大丈夫よ、まだ大丈夫。最終ゲームで乱入する可能性ある。うわ、熱肉シャッター、熱い、マジでこれマジ熱い。ちょっと待って、乱入する可能性あるから、これ取ったら、え、チャンスベルか、チャンス目か、あーチャンスベルか。いやー、これが黄色だったらマジ。煽り頼む、煽り頼む、マジで。嘘だよ、パキーン、ないか、え、ない、最悪だ。あんだけ示唆して、まああるんですよこういうことがね。いや、もうないよね、もう乱入タイミングだ、ないよね。これ黄色になったら継続、最悪。いや、まずい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 、それはまずい。気持ち悪い、気持ち悪い、吐きそう。復活あるよ。これは復活期待度めっちゃ高い。これ復活しない方が実は嬉しい。このシナリオ SP かなり強いの、これ。でもこれ復活じゃないか、これは。さすがに第3でしなくてもいいかもしれない。あ、近いと思います。これは強いんですよ、シナリオ SP 示唆なんですよこれ。え、俺踊らされてる、ずっとバッファローマン出てこず。ただこの正義超人集合はなかなか出ないんですよ。なかなか出ないから、復活示唆として出て第3で復活しちゃって、そう、復活した時ってこの画面関係なくなるんですね。でそれで出てくるのことが多いんですけど、ここで終了って結構珍しい。ミート君かステカセキングがいいです。ブロッカージュリアだ。全然高設定しさ弱ね。これは強いぞ、いい色だ、緑。さあ待ってますよ、もうシナリオ SP ほんと次じゃないか、勝負どころが。完全に次の AT をそのまま終わらすか、上位行かせるか、もうここで今日の命運が変わると言ってもいいです。はい、なんとなんと、まあ、A 点4連続もすごいんですけど、ゲーム数がですね812ゲームです。つまり800ゲームハマってしまったということで、総投資がですね、まだ昼過ぎなんですけども76,000円。大変なことになってますが、皆さん、僕は出てますから、正義超人集合画面、そして途中で緑ゼリフ2回、シナリオ SP でしょう、これは。つまりこれ開始時準備画面に行くときの4点ナンパーでフリーズ、シナリオ SP の場合はロングフリーズ20万分の1。4%に期待。いや、もう発動するのはもうするでしょ、さすがに。頼むぞ、マジで頼むぞ。さあ、への突っ張りとか出ないかね、シナリオ5以上。怖え、デフォルト。いやいやいや、出るでしょう、さすがに。ミート君、赤か金、ここ、赤か金、ドーン。いや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 、ステカセキングが選ばれるでしょう。いや、こっちだと思った、おっと思ったら、さあなんか引いた、ほらリプレイだったらストック。あ、頼むスイカ、
スイカだよ。俺が引いたのはこれね。やばい、マジで。あれ、あ、な、消えただけか今ついたのかと思ったら消えてっただけか今。これリプレイだったら継続中断に。なんちゅう最終ゲーム、ありがとうございますこの奇跡よ。こっから繋がんない、うまいこと頼むよ。マジかよ、もうギリギリ単発回避みたいなね。ここでこれ選ばれたシナリオ78。めちゃくちゃデフォルトだよ、あんだけ煽って。マジかよこれ。チェリー、またチェリー、まただ。あんなに喜んだのに終わった。復活、なんとか2セット目自力復活、珍しいですね。なんとか3セット目いった。あー、よかった。で3セット目はまあこうこうこうときたらミスターカーン。何ですか、スイカ。ここは厳しい、もう引かないときも厳しい。これは無理だろうな。おー、あー、終わった。でもさ、3連するだけで500枚ぐらいもらえるんですよ。だからいかに単発っていうのがきついかっていうね。ラストゼロで、これスプリングマンの煽り、このエフェクトが入ったってことはバトルロゴが出てくる。バトル継続濃厚です、これ。ほらこれは出てくる可能性非常に高い。嘘だよ。いや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 、シナリオ SP はもうシナリオ SP。 ステカセキングでしょ、これでしょ。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週月曜配信、ウィッチとヒカルの面白いテレビ、毎週火曜配信、嵐と松本、毎週水曜配信、逆転宅、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらにオリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。ベストもどしどしお寄せください。サイト7TV。